皆さんこんばんは。富豪刑事バランスアンリミテッド放送直前特番見どころアンリミテッドスタートいたしました。本日の司会進行私鷲崎武でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お気遣いありがとうございます。お気遣いなんかさざらみみたいなやつありがとうございます。さあいよいよ、本日放送となりますですね、富豪刑事バランスアンリミテッド、こちらの魅力をお伝えする、本番組でございますがですね、すごく豪華なスタジオでございますね。さすが富豪刑事という感じでございますが、このセットの中ですね、どのような華麗な登場されるのか楽しみでございますが、じゃあ早速登場していただきましょう。本日の素敵なゲスト、この方々です。で、いくら必要だ。はい、こんばんは、大貫勇介です。ちょっとね、いやもうちょっと恥ずかしいんですよね。こんな感じじゃないんで、今日はいい時間にしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続いて一回やり直しましょう。一回やり直しましょう。もう一回なんか面白い空気流れてます今。いや今なんかちょっと気持ちいい、気持ち作っていこう、気持ち作っていこう。続きまして、この方です。金じゃねえよ、俺たちは正義のためにやってんだ。加藤春役の宮野真守です。お願いします。いざうるさい変な空気流れてそうやって、なんかね、楽しくやっていきましょう。かっこいいでいいですか。かっこいいでいいんですね。かっこいいですね。得意ですよ。改めまして、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。かっこもまたなんか、そうなんですよ、すごい、あんまり長い付き合いですけど見たことない格好。そうですね、僕は富豪じゃないんですけどね。あれ、そうなの。はい、加藤春は。はい、そうなんですよ、便乗しちゃった、主役に。やっぱね、かっちょいい。似合っちゃうもの佇まいが素敵。似合っちゃうもの、佇まいが。安いの着ても高く見えちゃう。いやいや、それなりにいいやつですね。いいやつ着させてもらってるんですよ、富豪ですから。違うでしょ、だって富豪じゃないでしょ。富豪じゃないんです。まあまあ、またセットもね、こちらもう豪華な、すごいですね。はい、中でね、シチュエーションぴったり。今日は我が家で。うわ、そうなんだ。ボケるね、実はボケるね。トーン大丈夫。本当これで大丈夫。分かったぞ、これは楽しい番組だ。よし、ギア入れ替えるぞ、なんつってね。三足ということでございまして、富豪刑事ということでございましてね、バランスアンリミテッドの、作品、どんな作品に仕上がっているのかですね、ゲストのお二人とご紹介していきたいなと思っておりますが、まずはですね、何よりも先日公開した最新 PV というのが素晴らしいございますのでですね、まずはこちらを見ていただきたいと思います。どうぞ。幸せな幼年時代だったと思う。しかしある日を境に全てが変わってしまった。神戸大輔君だ、今日から我々の仲間になる。お一ついかがですか。こっちも暇じゃねえんだ。うわ、ちょっとなんすかあれ。全部吐いてやり直せ。現場に案内しろ。いいねで情報を買おう。気に入らねえ。お前みたいなやつが警察官やってることがだ。あなたには関係ありませんから。相変わらずですね。お疲れ。前は捜査一課にいたそうだな。くそったれ。ヒュスク、小切手を。入金完了いたしました。バランスアンリミテッド。おい待て。損害額の倍を保証しておけ。一体何考えてる。決まってるだろ。何かお調べですか。あなたにはもう警察官たる資格はありません。お前は勝手にやればいい。俺は俺のやり方でやる。下のほっぺたを札束で引っ叩くような真似なしでな。いくらだ。かっこいい。かっこいい。素晴ら
しいね。かっこいいですね、うん、絶対面白い ねこのアニメ言ってみたいもん。そう、いくらだ、プライベートで言いたいです、ね、いくらだ。似合うな、似合うな、似合っちゃう、似合う、似合う、ね、ベタベタ関西人やからなんぼや全然変わりますもんねそれはそれでかっこいいですけどね。ちょっと関西弁好きなんですよねじゃあちょっとなんぼやでいただいていいですか。で、なんぼや言う人でした合計時に震災橋の感じで言う人の問題だった、かっこいい、うんね、こちら改めましてですね、まあ、概要、作品の概要の方を説明させていただきますとですね、桁外れの資産を持つ、神戸家の御曹司でございます。大輔が赴任したのは警視庁でですね、問題を起こした人間が送り込まれる現代犯罪対策本部準備室。うんうんうん、言えた、言えたかな、うん、現在犯罪、まあ、現在ちょっと現在まあそこのそれですけども、うん、通称ゲッタホープでございまして、大輔はですね、情に厚い男加藤春とバディを組まされる。人の命すら値踏みされる大輔に対して世の中金じゃねえと反発する加藤でございますね、昔原作がですね、1978年に、はい、書かれた筒井康隆先生のやつですよね。そうです、そうです、はい、俺小学校とか中学校の時に読んだことある。あ、本当ですか、うん、本当に売れ、まあ、オンタイムで売れたかどうかあれですけども、うん、そう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 、でも、あれですね、当たり前ですけど時代背景的にももう少し現代な感じというか、そうなんですよ、そうなんですよ、未来感がちょっと増してるという感じでございますけれども、はい、はい、じゃあ改めてですね、大貫さん演じる、神戸大輔、こちらが、どんな役柄なのか教えていただいてよろしいでしょうか。はい、まあ、最先端技術、うん、まあ、ガジェットなんですけど、本当にそれが現代で実現しうるものをこう盛り込んでるものなので、そのまあ78年 その筒井先生の原作をまあ元にはしてるんですけど、本当に現代バージョンとしてアニメーションで、まあ、この神戸家、神戸財閥がものすごい桁外れの財産でいろんな難事件をまあ解決していくっていう、まあお話というか存在なんですけど、まあ彼自身はものすごくこう究極のマイペースで全然人の話を聞かず、まあそれでいてどこかちょっと天然抜けてるというか、天然で、まあ本当にこう結構な変わり者ですよね。そう、かなり変わり者、振り回されます僕今 PV で見た限りではその割とクールで内面に動きがあんまりなさそうに見えるけども、確かに、まあでも多分そういうわけでもないんですよね、うん、おそらくこう内部ではこう動いてる、うん、こう心の動きがいっぱいあるんですよね、うんうん、そう、うん、ありますね。で本当にこう僕は初めての声優っていうこともあって、そうだ、そう、お見事、お見事、聞いちゃう、それ聞いちゃう、いいよいいよ、行こう行こう聞いてこようと、いかがでした、いかがでした。そのやっぱり声でやっぱり表情というか感情の動きをつけるっていう、はい、まあ心がそこまで大きく揺れ動かないっていうのもあって、うん、その揺れの幅感っていうんですか、うんうん、をどれくらい出すかっていうのがいつもこう伊藤監督と、うん、あもう少し出してとか、うん、あもう少し抑えてとかっていう、うん、その繊細なこうのをこうやってますね、はいはい、普段は、ね、舞台もの方が、ね、メインでされてるはい、テレビも伺ったんですけれども、はいはい、そうするとこう自分の動きでこう結構助けられるじゃないですか。そうですね、やっぱりこう動く方が自然、心が動いたら体が動く方が自然ですもんね。そうそう、はい、それを声だけで表さなきゃいけないっていうその難しさと今、はい、もう向き合ってますね。いやでも素晴らしいですよ、本当に素晴らしい。で我々声優陣も、うん、そので大貫さんがすごく現場で向上心があるから、そうどんどんチャレンジしてらっしゃる。大事すごい、これ大事。でその姿はやっぱりこちらも刺激を受けるし、で大貫さんのお芝居はやっぱり僕らにはできない素晴らしいスペシャルがあるから、うんうん、それを現場で食らう声優陣もかなり刺激を受けていて、うんうん、この間とある後輩が、はい、出てた時に、うん、大貫さんがポソッと言ったセリフに対して絶妙誰だよそいついや本当にお前今声出すなよって思ったんだけど抜き取りだったら うん、そこの抜き取りだったから、うん、はい OK ってなったら絶妙いやだから刺激受けてるなと思って。でもその、ね、同じお芝居という現場ではありますけれども、やっぱ舞台とか、うん、映像というところでやってきて、そこで培ったテクニックとか、うんうん、いろんなものがあるのを一回もう一回フラットにして、うん、この声優現場でしかできないものを一からやるのは大変だと思いますし、うんはい、その向上心っておっしゃいましたけど、そういう風に入れることの方が難しいというか。いやすごい、本当にすごい。うん、でもなんかこう本当にいい作品だからこそもっとより良くしたいっていう、まあ、気持ちがやっぱ強くて、はいはい、だから本当にこう失敗してもいいからというか、その
結局その瞬間失敗したとしてもこ う, うまくいくまでトライすることができる、はいはい、まあ、現場じゃないですか、はいはい、だから本当にトライはしよう、その挑戦する心は失わずに、うん、あのやろうっていうのが決めてることです。もういやもう本当にもう周りの先輩たちが若手に言ってやりたいよ本当にチャレンジしろお前らも誰のこと言ってんだよ言ってやりたい。だってだってその初めての現場なのに、うん、あすいませんここやらせてくださいって自ら行ったりとか、すごい、うん、まあもうなんか、はい、僕本当に憧れの存在で、あのもっと言って、そうなのでヤロ君のこと、会えた時に本当に嬉しすぎちゃって、はい、あのリハーサルをした時にちょっとキャラが変わっちゃうぐらい嬉しくて、本当はこう少しこう話聞いちゃいけない聞かないキャラなのに、めっちゃこうすげえ神やかしばいしちゃってなんかめっちゃフランクになっちゃった大輔大輔フランクみたいな僕のちょっと内面が出ちゃったんですよ。そうか、はい、で監督にそうちょっとあのもっと出ちゃうちょっとクールに好き出ちゃってる好き出ちゃってるから好き出ちゃってるっていうダメ出しを受ける。じゃあそんな宮野くんの、はい、やってるキャラクター、はい、加藤春、はい、じゃあどんな役からなんでしょうか。そうですね、まあ僕はそのまあ、エリートではないのですが、もともとはその刑事課一課にいたんですよ、うん、でそこのエースではあったっていう存在 でそこでもうバリバリ頑張ってて、もう正義感がだからすごく強い。ただとある事件によってちょっとこう現代本部に行かざるを得なくなったみたいな事情は抱えてるんですけど、だから正義感は強いけど今の部署ではこうなかなかこう自分のやりたいこともできずにちょっとやきもきする瞬間もあったりとか、まっすぐだけど不本意な挫折を味わって、そうですね、くすぶってる感じなんだ。そうで人情はだから人にちょっかいも出しちゃったりとか、世話も焼きたくなっちゃう、うんうん、でその中ここがなんかこう一緒に出会った時にこう絡み合っていくみたいな、うん、そんな存在ですね、うん、これバディものということでございますけれども、はい、そうなんですけど最初はあんまりバディ感ないですよね。そうなんですよ、心よく思ってないというか、うんうん、お互いに、うん、お互いに、そう金で全部解決するのが腹が立つっていう状態で入ってきてるし、そんなの聞いてくんないし、全然聞かないかどんどん振り回されるあるんだもんね、お前のやり方気に食わねえって言っても先に行っちゃうからなんだっけ、損害額の倍を保証しておけ、すごい、そんな言葉ある言ってみてまあでも損害出したくないですか、そうだいや物ともしないです損害をね言ってみたくはないそっかそっか。そんな、加藤のセリフ的にはなんだろうな、うん、あなたにはもう警察官たる資格ありません言われてましたね。それがなんかその トラウマというかそのとある事情があって、うん、元後輩だった人に言われるみたいな。なるほどね、まあ、いろんなそのもちろん他にもいろんなキャラクターが、うん、いますけれども、はい、各々に多分いろんな裏側であったり、そうですね、抱えているものはあったりしますね、はい、それがこう人の魅力になっていっています。だから、はい、例えばどういう人がいるんでしょうねというのをちょっと見てみようかなと思うんですけれども、うん、清水、そうですね、上司です、良き上司、うん、ただちょっとこの現代本部というところがちょっとなんかね緩いんですよ、うん、なので良き上司ではあるけどこうなんかとりあえずいい感じにやっといてみたいな感じの許さです。なるほどなるほど、うん、だからパキパキこう事件に対して前向きにという人たちは実はそんなにいなくって、そうなんです、加藤ぐらい、加藤ぐらい、はい、そうか。じゃあ、今から追っかけていくキャラクター紹介全体的にそんな感じね、全体的にそんな感じ、うん、全体的にそんな感じで、はい、じゃあ神谷さんの、そうなんですよ、はい、神谷さんと僕こうご一緒するの初めてで、ね、そうなんだ、感激、一緒にスタジオの中でお芝居、神谷さんがいらっしゃるの、いやすごい、やっぱ言葉のなんだろう声の力がすごく強いから、うんうんうん、なんかみんなでが本当に集結して、うん、出てくるシーンで大貫さんがみんないい声だそれにやられてたもんね、一回、はい、浴びてねマジでやられてその時初めて一瞬落ち込みましたやべえって、もう本当にもうすごいいい声すぎて目をつぶってたらなんか本当に絵が見えるんですよすげえといい声マンダラみたいなやつやられていくのいい声良いみたいなあいい声みたいなねそうなんもう感動ですよ一緒にお芝居できてね。いかがでした神谷さんお会いして、僕がその本当に衝撃を受けた日は、うん、頭と終わりに、うん、あの一言一言だけだったんですよ、うんうん、でその頭の一言を言ってずっとそれが残ってて、うん、で終わりの一言でそれがまたずっと残ってて、この残る
声というか、うん、セリフの言い方なのか、うん、持ってるものなのか分かんないんですけど、ずっとそのセリフがね残ってるんですよね、うん、このパワーってすごいなっていうのをあの感じ思いました。へー、はい、本当にその、まあ、ずっと声優をやっていても感じるぐらい刺激的なものっていうのはいっぱいあるんでしょうね、多分ね。そうなんです。だから僕ら声優陣、うん、若手陣もすごい刺激のある現場だし、うん、あの声優として、うん、で大貫さんもきっと新しいところに飛び込んで、うんうんうん、ベテランさんも、ほぼ初めてマイク前で声優経験をされるという、うん、大貫さんみたいな方もいらっしゃって、いろんな刺激がこう、いや本当すごい。で多分その輪その輪のゲストキャラクターみたいな、そうですそうです、方もね、はい、いらっしゃるんでしょうし、うん、すごい人来ます。あ、すごい人来ます。それはまだ言えないですけど、言えないけど。あとなんかね、一人ちょっとね、うん、気になる人がいてね、その、うん、坂本真綾さん演じる謎の美女、うん、坂本真綾と謎の美女って親和性高いですね。高いですね。、うん、声優界の謎の美女、やってほしい声優ナンバーワンですね。謎の美女やってほしい声優ナンバーワン。名前も今のところ明かされてないんですよ。そうですね、何なんですか彼女は。ですね、はい、謎の美女です。謎の美女。じゃあそれを言うがいいよ。言うたあかん。言えるか。だから謎なんじゃい。でもここにわざわざその謎の美女として、うん、キャスティングされてるということは、ね、もちろん今後のドラマ、うん、関わりはすごいありますね。はい、で一緒に収録もしてるので、うん、はい、でもすごい楽しいです、うん、はい、ね、うん、みんな素敵でしょ。もう僕、まあ、大体出てる人何回か会ったことある人とか多いですけど、うん、みんな素敵でしょ。本当にみんな素敵なんですよ。いい現場だ。本当にいい現場。上田玲奈ちゃん可愛い。いやそれ言いたいだけじゃないか。言いたいだけじゃないと。絶対言うなそれ。僕ねすごいあの残ってるのが、はい、おじいちゃんっていうセリフを、はい、何回か繰り返すやつが、うん、ところシーンがあったんですよ、うん、その時に全部違うおじいちゃんって言ってて、うん、それがめちゃくちゃこう残りました僕的に、うんうんうん、なんか何をやってるのかわからないんですけど、すごい感動しました。何をやってるのか、どうやってやるんだ、どうやってやってるのかわからないんですけど、うわすごいって鳥肌立ちました僕。なんかみんなにそのあのやり方をどうやってんだろう、あれちょっと覚えたいな、覚えたいなというか、うん、仕組みを理解したいなって思うこともあるだろうし、うんうんうん、でもみんなにはみんなにしかない、そうなんだよね、マジックみたいなのが多分あるんでしょうね、うん、きっとね、教えられないものだったりするね、その辺ね、うん、すごい柔らかい空気感で上田さんはいらっしゃるので、この作品の中でなんかね癒しだよ、うんうん、癒しの存在、ね、ということでございましてですね、アニメの放送がますます、楽しみでございますがですね、今このウェブ特番を見てるですね、視聴者の方も待ちきれないんじゃないでしょうか、うん、そしてですね、お二人ももっともっとこの作品の魅力を伝えたいという気持ちで笑っちゃった、うん、なんで笑っちゃうんだよ。伝えたいぞ。伝えたいよ。この後バラエティーコーナー入るの分かってるから。ということでこんな企画をご用意いたしました、はい、TR 監督狙え不合のチェック。イエイエイエイ。絶対バラエティーコーナーじゃないか。そうなんです。このコーナーでですね、さまざまなアイテムの一級品と一般品を見分けていただきまして、うん、お二人の不合度をチェックしていこうという内容になっておりますよ。斬新なんですこれが。オリジナリティ。オリジナリティでいっぱい正解できればなんとですね1億点の不合ポイント獲得。もう斬新本当に。1億点1億点です。でも不正解だとですね、不合度が下がっていきましてですね、うん、椅子とか飲み物がランクダウンしていくという、やりたかったんですこれ。ちょっと待てよ。何何。まるで世の中にある企画みたいな言い方すんな。やってみたかったんです。もちろんこういうなんかこういうバラエティに参加されるの初めてだと思いますけども。あ、初めてです。めちゃくちゃ楽しいです。ありがとうございます。意外と声優界多いんですよバラエティ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そうなんです。お二人がね、うん、協力して、はい、うん、このゲームには参加していただくということになっております、はい、獲得したポイントの数に応じてですね、視聴者の方に不合刑事バランスアンリミテッドの魅力をお伝えできる PR タイムの秒数が与えられます。PR の方法はどんな形でも OK でございます。この作品のかっこよさを自由に表現することができる素敵な企画でございます。はい、なんかちょっともうすでにプレッシャーですよ、ね、そうなの。そこだけ投げるのこっちに。よろしくお願いします。何してもいいってのが一番困りますから。面白くしてくださ い, みたいな。こういうの一番嫌なんですけど。さあということで張り切ってまいりましょう。いや、はい、バラエティーや。さあまずはですね、大貫さん用、はい、大貫さん用のですね問題からでございます。大貫さん、はい、コーヒーがお好きだと。大好きです。お聞きしておりますけどもですね、はい、そのコーヒーにまつわる、問題でございますね、はい、一級品はですね別名幻のコーヒー、うん、チベットから取り寄せたなんとですね1杯8000円のコーヒーです。マジですか。
まあ分かんない、どっかに税とかかかってるかもしれないからその分かんないけど細かくはいいんだよ大体でいいんだよ。それに対してですね、一般の方はですね、アニプレックスさんの社内で無料で飲めるコーヒーです。無料、これは無料これは絶対分かりますね。これは絶対バカにすんなと、これは分かる、なめんなよってことでございますけど、なるほど、じゃあチャレンジしていきましょう。さあね、特設スタジオへ移動したわけですけど、これ置いただけやないか。さあここからですね、味と香りだけで、判断していただきたいと思っておりますのでですね、じゃあ目隠しを、かけてください。いや愉快愉快な子似合っちゃうもの、気にしないの気にしないの似合っちゃうもの、うん、オンリーで一回もらってきてくださいこれあれですね意外とまだ令和でも笑えるんですね2020年もらってやっぱ面白メガネって笑えるんですね、じゃあこうスタッフさんにですねこう持ってきていただきますかっこいいスーツの CM こちらに A、こちらに B と置きました。まずはですね、はい、A の方から、お渡ししますのでですね。はい、匂いの順番。いいですね。いいですね。こちら A です。匂いとか味とかでね。そう。そうよ。コーヒー好きなんだもんね。面白いですよ。うん、面白い。ものすごい見てるもん。ほよよ。ほらほら。ごめんごめん、タイミング間違えた。ごめんタイミング間違えた。今大事なタイミングなんで。ごめんごめん。テイスティング。ごめんごめん。ほよよ。はい。お、なんか分かったかな。分かった。じゃあ、うん、B の方を渡しますよ。はい、B の方を渡します。こちらが B です。はい、B ですよ。ちょっと緊張感が伝わってますね。え、ちょっと待って、これ難しいな。え無料のやつだよ、無料と8000円だよ。無料と8000円ですよ。顔面白い。顔面白い。顔面白い。ほよよ。え、これちょっと待って、めちゃ むずいな。本当？あ、でも多分大丈夫だと思う。あ、じゃあ、目隠しの方をお外しいただいて、はい、で、こちら。A と B の札がございますので、はい、A と B の札がございますので、こちらが、うん、8000円の方だと思われた方の札をあげる。これドキドキするね、意外とね。あのね、想像以上に難しいです。本当に絶対分かると自信持って言えると思ったんですけど、意外と自信して変わらなかった、まあ、あのこれ冷ましてるんですよね。熱かったら香りも全然違うと思うんですけども、それだ。おけきかしてるもん、ね、今。いやいや大丈夫です。ですまあ、目隠しをしてというのもありました。都合なんでね。都合なんで。では、一級品なのは A と B どちらでしょうか。お答えください。どうぞ。A で。さあ A というお答えでございますが、正解は。ほらあとからスッとしてもな本当はこういう顔してたんだそっかそっか、素晴らしい、おーすごい、10ポイントゲット。こちらですね、先ほど飲まれた幻のコーヒーでございますが、ジャコウネコの糞から作られたコーヒー、うん、はい、ジャコウネコはですね、珍しい習性を持っておりまして、美味しいコーヒーの実しか食べない、そうでございましてですね、そのコーヒーの果実を食べる際、はい、中の種も飲み込んで、種は消化されないまま、体外に排出されます。その種から作られているコーヒーで、ジャコウネコの体内で、発酵処理、原カフェイン処理、さらにですね、ジャコウネコの天然アロマが加わって幻のコーヒーに仕上げられるとのことでございますけれども、はい、フンなんか、フンなんか、そうそう、そのアロマ、そのフンのアロマ感じた。でも最初分からなかったでしょ。あのね、うん、多分飲んだ瞬間こっちだなと思ったんですよ、うん、でただ後味がこう結構グワッてきたんで、うん、もっとマイルドなイメージだったんですよ。なるほど。でこっち飲んだら結構スッとした感じでマイルドだったんで、美味しかったんだ。結構美味しかったんですよ、うん、だから多分飲み慣れてるんですよこっちが。そうか、何が不合だアニプレの方に何かフンのアロマがあったじゃないですね。ちょっと待ってそれそれはなかったですよ。そういうことじゃない、そういうことじゃないです。スッとマイルドに入っていったってことですよ。そう、飲み慣れてたんでしょうねめっちゃ面白いアニプレの脳に糞の何かがということで1億ポイントゲットでございます。おめでとうございます。さあ続きましてはですね、宮野さん。
お、はい、皆さんにチャレンジしていただく問題でございますが、フィアノさん、俺初めて知った、うん、和菓子が好きなの？僕も初めて知りましたねあれそうなんですあれ自分でも気づかなかった自分の奥底に秘める和菓子好きの部分、はい、おそらく僕和菓子が好きみたいですね台本に落とし込まれておりますけど、うんうん、あでもおせんべいは好きですよ、おせんべい、そうなんで、ね、うん、おせんべい好き、はい、好きということでございましてですね、宮野さんの問題ですね、おせんべいがいいな、羊羹、羊羹進んで食べないな俺一級品はですね、室町時代創業の老舗和菓子屋が作る5000円の羊羹、はあ、一方ですね、一般品はコンビニで購入した羊羹でございます。あの僕あんま羊羹食べないんで逆に分かるかもしれないです。だって ね、違いが、そうだよね、分かりやすいかもしれない。羊羹食べないんでだってせっかく気遣って好きなもの用意してくれたのに和菓子が和菓子が好きだって言うから言わないもうね、じゃあ言いません、もう今後は、はい、じゃあスタンバイしましょう、はい、さあということでございましてですね、先ほど同じ感じですけども、うん、じゃあ同じように面白メガネっていうか面白目隠ししていただいていいかな。絶対笑ってくださいよこれはこれに関しては僕のせいじゃないですからね。いやいや、これに関してはそうだよね、でしょ。だから様々にあるこういう面白系のメガネの中でスタッフが選んできたってことだよね、うん、そうですよ、はいはい、じゃあで先にあんな面白いさ、そうですよね、うん、絬対これで笑ってくださいよ笑いますこれ。いやいや、さっき一回見たけど超面白い。本当ですか、うん、なんだろう、なんかバランス、なんだろう、そう、あのね、その目の位置がね、ずいぶん鼻に近い、うん、寄ってる、そうなの、そう、目寄っちゃってる、目の位置が。じゃあ A と B の羊羹持ってきていただきましょう。でまずそのどっちがどうなれば美味しいのかが分かんない俺羊羹。そうだよね、あの漠然と自分の好み、自分的にはこっちが美味しい美味しくないはあるけども、どっちのが高いのかっていうのがね、っていうしかないな、普段食べてないから、はい、でも我々ね、見た目的には結構違う、違いますね見た目、じゃあこれせっかくですから鬼さんあーんで食べさせてあげる。わかりました、じゃあ A、ね、まず A で、まず A から A からいきます、はいはい、A からね、はい、はい、あーんだつあーんで、はい、いかがですか。これが A です。こういうやり取りでしょみたいのシュートな絵だな、ボンクラ顔だなこれ、うん、羊羹だね、まず、A の羊羹に関する、うん、コメント的には羊羹だな。僕が食べたのは羊羹です今のところ間違いないでしょう、うん、じゃあ一回ちょっとクリアにしたいな。あ水みたいな、水みたいなもいるよね。ちょっとクリアにしたいな、それは、ね、ちょっと本気だから俺こういうゲーム。そっちの方がいいか。あじゃあ水があるから、水があるから、はい、これストローついてるやつね、ストローついてるやつ、はいもう面白いもん、なんかこっちかもなお前こんなもんまで笑いましたこんなとこ編集でバッサリ買ってんなはい、はい、さあじゃあ羊羹だったよ。羊羹ですよ、はい、次どっちも羊羹なんだよね。 B です、次は、B、はい、マジでわかんないそうなんですよね、マジでわかんない。 A に関しては羊羹だなという感想でしたね。 B に関してはいかがでしたか。あのあれみたい、寒天みたいな成分が入ってるから、なんかちょっとこうプニ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 してる、味というよりも舌触りとか、うん、はい、プニプニプニで、1個目はあんこだった、うん、2個目はあんこじゃなかったですか。2個目はだからそのなんか、うん、素材が違った、あんこにプラス何か、分かんないな、それってじゃあどっちが高いのねえ、食べ慣れてないと思う、うん、そうですね、あんこ、多分あんこが凝縮されてる A、 おあ、もう答えちゃったまだ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 じゃあ A と B と、はい、じゃあ目隠し取っていいですよ、取っていいですよ、あこっちが A で、はい、こっちが B で、本当ですかじゃあ
A と B。 でもさっき A だったからなとかって言っちゃうんだよね、俺こういうのね。どちらでしょうか、ね、札を挙げてください、どうぞ。こっち A というお答えでございますが、正解は、うえすごい、ナイス推理じゃない、すごい、うん、いや俺見た目、俺食べてないから分かんない、見た目俺絶対 B だと思ったんですよ、本当、はい、見た目は B っぽいなと思ったんですけど、確かに、うん、あんこ感がすごかったですね、そう、あんこ感すごかった、ね、うん、こっちの方が好きと思っただけどうしても ね、うん、好きだと思ったものがたまたま高くなっちゃうんだよね、そうそうそう、不合ですからということで不合じゃねえんだよ、1億ポイントゲットでございます、さすがでしたね、楽しい、いやありがとうございます、そうなの、持ってますね、今のところ1問目2問目ともに正解でございますから、僕ら持ってますね、まあ、ただ絵代わりがねえなって、それも見たいのか、外せ外せ、そっか外せばやろうと思ってますけども絵が変わる、なるほどね、続いてですが、今度はですね、お二方、お主の皆さんにですね、協力してのチャレンジになりますよ、いはい、続いてのアイテムはですね、ワイングラス、グラス、はい、ただね、見て触ってどっちが高級なワイングラスかを当てるんじゃなくて、乾杯の音を聞いて、グラス同士を、ぶつける音を聞いて、どっちの方が一級品のワイングラスかを、ね、うん、判別していただく、はい、はい、音違う、これはもう 100% わかりますね、さすがですよね、なんかそのうまく言えないけど、うん、それをちゃんと見てる、うん、もう 100% わかりますだってワインをたしなむんですって、お家で、そうなんですか、はい、お似合いになられますね、ワイン、お風呂に入りながらワインをこれ本当なんですってマジなの、そうです、これマジなの、これはね、本当なんですちっさめのボケかと思ったのにこれマジね、これマジなんですか、かっこよすぎない、ちょっとそうですね、ちょっと見方変わってきます、ね、さっき取材で受けてたんですけど、うん、それを言ったらなんか女子のスタッフがヒャーだって、ヒャーじゃねえよ何色めきだったんだよ、みんなしてっつって想像しちゃったみたいじゃあもちろんワイングラスにも一加減お持ちでらっしゃる、はい、なるほど、これは大丈夫じゃないですか、そうなんだ、だって1個は1セットは、バカラのワイングラス、ね、バカラ3万円する、うん、バカラのワイングラス、そして一方はですね、100円ショップで購入した、あ、もうこれプラスチックなんじゃないですか、ダグラスです、ダグラスダグラスプラスチックじゃないのどうなんだろうね、一応プラスチックだったら分かるけどそりゃそうだよ、ポッて言うだけポンって言うだけど、でございますので、じゃあチャレンジしてみましょうかね、じゃあ準備いたしましょう、はい、さあということでございましてですね、今、後ろにスタッフがですね、おりまして、2種類の、グラスをですね、準備しております、だから後ろ向かないでください、ね、まあ、見た目でそんなに分かるものではないと思いますけど、まあでも一応音だけで今回は当てていただくということでございましてね、符号、はい、ですから、符号ですから、符号ですからね、もう常にやってますからね、やってますからね、風呂場で風呂場どれぐらいの大きさなんですか風呂場これぐらいの大きさ、ちっちゃっえかっこ悪っちょっと待って、足伸びてないじゃないですか、全然これで水は大体これぐらいそれゼニガメ買う時のゼニガメの最近までヒャーだった女子たちの笑い声が聞こえて、全然、ああそうですか、フォーだと思ってたもんね、ね、ね、結構意外とあのタイトなんですよねここに壁あるじゃないですか、もうもうそうです、近いです、壁近いです、すげえリアル出てから飲んだらね、出てから飲んだらなんかね、水に浸かってたいんですよ、水に浸かってたいちょっと分かんなくなってきたな、分かんなくなってきたな、分かんなくなってきたな、気持ち、気持ち、集中しましょう、はい、集中しましょうね、不合の気持ちです、不合の気持ちね、おおらかな気持ちでないとね、はい、音のね、よしよし分かりませんから、はい、さあじゃあいきますよ、いきますよ、まずは A の音でございます、お願いします、まあ確かにそのまあそのちょっと、ね、もうすぐ B 欲しいですよ、すぐ B 欲しい、すぐ B 欲しいですか、すぐ B 欲しいですって、うん、またいい高さですね、いい高さだいや面白いじゃないですか、こんなシュールだとは思わなかったな、ちょっと、うん、でって面白い、もう一回聞いていいですか、うん、もう一回聞いていいですか、音に合わせて顔作っていいですかじゃあお願いします
今のが A ね。じゃあ次 B 行きましょう。 B お願いします。何回言っても面白いな。あ、じゃあもう大貫さんにお任せします。 A、B どちらか大貫さんに。確かに響き方がこう広がりますもんね、うん、A の方がね。 A の方は確かに広がっていたけども、うん、それがやっぱり高級なんじゃないかな。ねえ、鳴らしたことねえからね。鳴らしたことねえ。わかんねえもんね。さあ、では、A、B どちらが正解なのか挙げていただけますでしょうか。どうぞ。 A で。よし。 A、これが正解である場合ですね、全部 A、A、A と続くことになりますが。あ、そうか。本当ですよね。そっか。そんなことしないかスタッフ。意地悪。なんでなんで意地悪だから。なんで、いやでもいやいや、もうこれはもう間違いないです。間違いないですか。間違いないです。お答え、正解の方は うわー、絵代わりなし。代わりいっぱいのしない絵で終了。自分で代わり映え。セレフ代わり映え。すごいですね。まあ、すごいですねっていうか、そう、これに関してはまあそうだろうなと。ね、あれ誰が聞いても分かる。うん、何あの B の音。ちょ、 B もう一回鳴らしてもらっていいですか。 B もう一回お願いしていいですか。ね、ごめんね。いや、安いです、安いです。ということで、さすが富豪チームでございますね。全問正解でございます。あ、よかった。結果発表。言い慣れてる、言い慣れてるな。ということでございましてですね、はい、3つのゲームに、チャレンジしていただいた結果ですね、お二人が獲得した、富豪ポイントはなんと3億点。すごいポイント。そう、だからいわゆる3点ってことですね。だから、ね、まあまあ言ってみれば3点です、ね、いいですか、3億でいいじゃないですか。で、1億点につきですね、10秒の、PR タイムも、ゲットできますのでですね、なんと30秒の PR タイム。そんなにいただける。はい、30秒。先ほど言いました、最初に言いましたけど、何でしたっけ、ね、もうかっこいいとかでもいいわけですかね。、うん、だってね、富豪刑事かっこいいですから。放送情報なんかは、うん、載ってるわけだから。だってこの番組自体がもう PR 番組なんだ。そう、何を PR するのじゃ。だからこの番組 その台本とかそういうところでは表しきれない魅力みたいなものをあげるね。2人で協力して。あ、よかった、よかった、よかった、はい、任した。よし、はい、こっちゃん。びっくりするわ。2人で協力して、あ、どうします、ね、協力して。あ、もう、うん、立つ、座っていい、立つ、どっちでもいいですよ。あ、もうどちらでも。立ちますか。ね、立ちましょう。はい、はい、ね、はいはい、じゃあ相談せずで大丈夫ですね。あ、もうそれ、あ、もう、ね、すぐ大丈夫です。じゃあ、はい、いきますよ。じゃあ PR タイム用意スタート。一回あのお風呂入ってみます。あの一緒にこれぐらいのサイズ感。これぐらいのサイズ感。こういう感じです。これぐらいですから。これが富豪刑事。富豪刑事バランスアンリミテッド。かっこいい映像になってます。すごく面白い映像になっていますよ。これもね。僕らがこんな風にアフレコしています。そう、これがバス。終了。なんで座らしたんだ自分。動きがなんもないやないか。もうね、これしか浮かばなかったんですよ。でもね、こう2人でお風呂に入るぐらい仲良くしたからね。ね、やってますから。ね、はい、最初はね、気の合わないバディモノの2人でしたけれども。はい。はい、そう、この2人のね、今後行方をね、なっていくか、うん、ね、30秒過ぎてからの方が PR しますね。いいの、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 いいの。でもそのこのバディの変化っていうのは面白いのでね、はい、はい、ぜひ見守っていただけたらなというふうに思っております。はいはい、ということでございまして、お二人ともありがとうございました。以上、PR タイム獲得を狙え富豪のチェックでございました。30秒間座ってただけだったもんね。すいません。
任せてください。ここからですね、ちゃんと告知を僕が言います。なんだよ。ありがとうございます。じゃああれでよかったんじゃない。いよいよ本日、フジテレビノイタミナにてですね、富豪刑事バランスアンリミテッド第1話が25時10分から放送開始となります、他ですね、各局での放送や配信もございますので、詳しい放送局配信サイトの情報ですね、作品の公式サイトをぜひチェックしてください、はい、さらに現在公式サイトでは特別なコンテンツや、豪華商品が当たる特別企画バランスアンリミテッドポイントを実施中でございます。さまざまなところで入手できるシリアルコードを入力して、ポイントをためランクアップを目指しましょう、そしてですね、この番組をご覧いただいた皆様にも感謝の気持ちを込めてシリアルコードをお教えいたします。ーコードはこちら。これできます、これできま す, きます。コードはこちら。はい、公式サイトのある、特別ページからですね、入力してポイントをガンガン貯めてください。ということでお届けしてまいりました富豪刑事バランスアンリミテッド放送直前の特番、見どころアンリミテッドもですね、終わりの時間が近づいてまいりました、放送を楽しみにされている視聴者の方に一言お願いしたいと思います、まずは大貫さんから。はい、本当に爽快感のある、あのスピード感のある素晴らしい映像になっているので楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます、続きまして宮野さん。そうですね、あの本当にあの刑事ドラマとして面白いものがありながら、アニメのなんかこう今だからこそできるエンタメ感が非常に面白いんですよね。でその音楽とかの相乗効果でめちゃくちゃ、作品が盛り上がっておりますので、ぜひ、楽しみに待っててください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは本日放送開始となる富豪刑事バランスアンリミテッド第1話をどうぞ楽しみにお待ちください。それでは皆さんありがとうございました。バイバーイ。 バイバーイ。